おはようございます。シンガーソングライターのアーリースです。さて、今回も始まりました、洋楽から学べる英語&歌い方ということで、今日やるのはですね、リクエストにまたまたお答えして、結構昔の曲になりますが、セリーヌ・ディオンの To Love You More っていう曲をやりまーす。で、この曲は1995年に日本でリリースされた曲なんですけど、昔ってね、今みたいに世界同時リリースではなくてずれてたんだよね。確かにね、そうだね、うん、アルバムとかもさ、アメリカとかでも好きなアーティストのアルバムがリリースされたってなって、なんで早く日本で発売されないんだよとかすごい思ってたもん。そうなんですよね。だからまあ実際はちょっと前ぐらいにアメリカでリリースされたんですけれども、今日はこの To Love You More っていう曲をやっていきたいと思いますが、このタイトルの To Love Love You More っていうのは、あなたをもっと愛するためにっていう意味なんですけど、前回ドゥアリパちゃんの曲やったじゃん、はい、あれはさ、もう吹っ切れた私が待ってると思わないでみたいな曲だったじゃん、うん、今回は真逆です。私はずっと待ってるからって曲です。へー。はい、まあ一歩ね、捉え方を間違えればちょっと怖い曲になるんですけどまあ一途な愛を歌った曲なので、早速バースから見ていきましょう。 What's my name? Alex。この曲はね、なんか同じメロディー、似たようなメロディーが、例えば A メロ B メロサビっていうよりは A メロ A メロサビみたいな感じになってるんで、最初の A メロの部分をやっていきたいと思います。まず最初、 Take me back into the arms I love。 これは私が愛したその腕の中に私を戻してよって言ってます。で、次、 Need me like you did before。 あなたが以前そうしたように私を求めて、前みたいに私のこと求めてほしいのって言ってる。で、次、 Touch me once again。 もう一度私に触れてほしい。切ないね。うん。 And remember when。 そしてあの頃を思い出して。 There was no one that you wanted more。 これは私以上に求める人なんていなかった頃を思い出してって言ってます。めっちゃ未練たらたらだね。ディアリパを見習いなさいよ。世界のディーバ、ディオン先生のね。そうだね。これなんかウッディさん、今のところうん、英語で気になるところありますか？なんかこう簡単な英語が多いから、英語を学んでる身としては割となんだろう、訳が入ってきやすいというか分かりやすい英語だなと思うから。確かにそうだね、うん、うんうんうん。難しい単語ないもんね。そうだね。強いて言うならば、この Touch me once again ってところ、 once と one time とかってごちゃごちゃになる人結構いると思うんだけど、確かにどっちも同じ意味なの。一度、一回っていう意味なんだけど、でも、うん、once っていうことの方が同じ意味だし使いやすいからっていうのはあるかな。じゃあ歌い方のコツをレクチャーしていきたいと思います。で、これバラードだからごまかしが効かないんですよね。しかもめちゃムズです。これね、難易度、これウッディさんつけといて、星5つです。マジでジゲチって感じ。ジゲチ、次元が違うってこと。初めて聞いたんだけど、さすがギャルだね。でね、しかもこれセリーヌ・ディオン大先生はですね、テンポにオンタイムでメロディーを乗せてないんですよ。オンタイムっていうのはテンポにきっちりと合わせた歌い方をしてないんです。もたつかせて、よりねちっこい女を表現してるというか、ちょっとレイドバックさせたり、そう、レイドバックさせてる感じで、最初のだからこれ Take me back into the arms I love、 もう普通に歌うとしたら Take me back into the arms I love になるわけよ。普通に合わせるとしたらね、変な感じするじゃん、うんうん、でもこれをもっと感情豊かに歌うために、ディオン大先生は Take me back into the arms I love、 もう超レイドバックさせてる。リズム関係ないよ、私語っちゃってっかんねっていう感じの歌い方をしてます。で、伸ばすとこはしっかり伸ばしてほしい。最初の Take meちゃんとミーをしっかり伸ばしたい。やると結構バラードの出だしとしては、お、うまいんじゃないってなるから、うん、ここは結構最初大事です、バラードは。次のこの Need me の部分が結構アドリブが効いた感じ、フェイクともよく言いますけど、アドリブを効かせた感じの歌い方をします。 Need me、 おーNeed me. Need me. って、もう、やばいでしょ、うん、もう難易度5って分かったでしょこれで。Like you did before. 次のここはもう、ポン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 って歌っちゃって大丈夫です。これ Need me だけが超ムズです。はい、次。Touch me once again.
ここも、まあ、感情を入れて歌ってほしいかな。もう一度私に触れて、touch me once again。この again をそんなに強く言わない方がエモくなる。で、日本人の人が、againって覚えてると思うんだけど、うん、発音的に。実は againじゃないんですよ。again なんです。again。発音で言ったら again が正しいかな。だからここは、touch me once again。again って言って、言うと発音がグッジョブな感じになる。で、次。And remember when。ここも、ちょっと優しく。when を優しくこう、そっと、ポンって置いてあげる感じ。こう、移動するものを移動するとき。And remember when。こうやってそっと置いて。なるほど。で、次が。There was no one that you wanted more。ここなんだけど、いちいち、こうなんかこう。There was no one that you wanted more。こうなんか、うん。一回止まって、ちょっと、運転下手くそな人みたいな感じで、ブレーキ当たる踏むやんみたいな感じの歌い方をすると、意外と歌にはいい感じ、いい影響を与えるって感じ。はい。じゃあここまでを一回歌ってみたいと思います。はい。いきます。Take me back into the arms I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. やばーすげーめちゃうまじゃん。What's my name, Alice? はい、じゃあ次のセクション行ってみたいと思います。次は A ダッシュみたいな感じのところ行きますね。はい。Don't go. You know you will break my heart. はい、ここは行かないで。わかってるでしょ？私の心は壊れてしまうんだってことを。って言ってます。行かないでと。悲しい。うん。で次。She won't love you like I will. あの人は私のようにはあなたを愛せないわ。っていうのは、はい、ここで来ました。どんな状況ですか？ディオン先生。愛する元彼には今カノがいるってことがここで発覚しましたね。なるほど。はい。なるほど、なるほど。うん。次行ってみるよ。I'm the one who will stay. 私がずっと一緒にいる唯一の相手よ。これなんかナイフが見えるね、ナイフが。で次。When she walks away. ここは、あの人が去っていく頃。今カノがあんたに去っていく頃。次行ってみますよ。うん、And you know, I'll be standing here still. これは、あなたが気づくわ。私はずっとここにいるってね。もうホラーじゃん。これ捉え方でめっちゃホラーになるから気をつけて、紙一重だから。これ、元彼の前でカラオケで歌うのはあんまり良くないかもしれない。うん。まあ、元彼とカラオケ行くなって話だから。まあ、そうか、そうか。うん、はい。なんか英語でわかんないとこありますか？またね、例のごとくチョンが出てるフールとか、まあユールとか、まあこれはウィルがくっついてるやつだもんね。そう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 、Who will stay? あとは、うん、I will be とか、うんうん、そうだね。で、あと一個英語としてレクチャーできそうなのが、2行目の She won't love you like I will。 この won't ってあんまり多分聞かない、うんうん、確かに。これは will not の略です。わかりづら。だから、don't と want って似てるんだけど、使い方が違うのね。don't はみんなわかると思うの。何々をしませんとか、うん、I don't know とかよく使うじゃん。うん、でも、want は will not だから、未来のことについて否定をしている場合に、want って使います。ああ、だから彼女は、愛しはしないよって言ってるわけだね。うん。なるほど。そうですね。はい。じゃあ、歌い方のコツ、行ってみましょう。まあ、基本的には、むずいってことは変わんないです。で、最初の、ここ難しいよ。Don't go, you know, you break my heart のこの最後の heart。むずいでしょ？ heart、たたたん、たたかたんだね。heart。むずいね。heart。簡単に言える方法ないかな？ heart とかでもいいよ。もし、heart が難しかったら、break my heart とかでもニュアンスは出る。うーん。
で、あんまりこねくり回すリフ&ランって言うんだけど、アドリブのことをね。このアドリブこねくり回すフェイクが結構あんまり得意じゃないよっていう人でも、なんかしてる感じに見せたいっていう人は、とかあーとか、こう一個だけ音符を上げて下げるみたいな、一個だけ音符を下げてあげるみたいな、うん、だからこの場合も Break my heart とかでも全然いいかな。はい、次。ここも難しい。She won't. たーたたたたたたーん。ちょっと待って、むずくね。たーたたたたたたーん。She won't love you like I will. でもこの She won't さえ乗り切れちゃえば、あとは love you like I will っていけるから。うん、むずいね、これ歌うの。結構練習が必要だと思う。次。I'm the one who stay. ここはでもそのまま歌って大丈夫です。次。When she walks away. うん。ここも普通に歌っていいね。And you know I'll be standing here still. ここは歌詞が最初の A メロと違って、ちょっとこの今カノに対して敵対視がこう見え隠れしてきてるわけじゃん。はい。だから、この歌詞で言うと2行目の She won't love you like I will。この辺からちょっとパキッとした声で歌っちゃっていいです。抑揚はつけていいんだけど、あの女みたいなニュアンスがちょっとあった方が、私の方があなたのことを絶対にちゃんと愛せるんだっていう気持ちが伝わってくるから、あんまりここで抑揚を見せつけすぎると、なんか酔っちゃうから、うん。歌詞を伝えるのが歌のいいところなので、ちょっとこう強めに。で、最後の特にこの、And you know、And you know、エンドとノーまでの間に、どんどん、And you know、強くしてってほしいんですよ。そして、みたいなさ。で、ただ、ポイントが、この次のパートがサビになるので、And you know, I'll be standing here still. で、この、still まで、最後にかけて、どん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 ちょっとだけ弱くしていってほしいの。なぜならば、次サビだから、ボーンっていきたいわけ。いや、ここのなんかこう、抜き差しが難しいかもしれないけど、でも歌詞の意味を理解していくと、なんかこう、どこに力を入れていいかとか、分かってくると思うから、細かい部分は、ひたすら練習って感じかな。あと、これ最後のこのスティル、サビ前のスティルのところだけ、スティール、ここもこねくり回せる人はやってみてください。じゃあ、ここまでを歌ってみたいと思います。はい。じゃあ、歌ってみます。Don't go, you know you break my heart. She won't love you like a whale.When she walks away, and you know I'll be standing here still. Oh, すげえ。サビが楽しみ。What's my name, Alice?いよいよサビでございます。これね、セリーヌ・ディオン大先生といえばタイタニックのね、マイハートウィルゴーオンが多分一番有名かもしれないけど、うん、その次ぐらいに有名な、そうだね、だよね、うん、ね、だからサビは聞いたことあるよっていう人もいっぱいいるんじゃないかなと思いますが、意味を見ていきます。 I'll be waiting for you、 あなたをずっと待っているわって意味。次、うん、Here inside my heart、 ここは私の心の中で、 I'm the one who wants to love you more、 私こそがあなたをもっと愛せる唯一の相手なのよって言ってます。次、 You will see I can give you、 あなたは気づくわ、私があなたに与えられるものがあるってことを。次、 Everything you need、 あなたが欲するすべてのものをねって。で、最後、Let me be the one to love you more。 これはあなたをもっと愛せる唯一の相手にしてほしいのっていう曲です。どうですか、男子として、ウッディさん。なんかデュアリパの時にさ、男にさ、いつまでも自分の女だと思ってんじゃないよみたいなこと言ってたじゃない言ったね。逆だよね、なんかこう今回はね。どっちの女子が好き？多分男はみんなこのセリーヌの方だと思ってるんだ元カノたちは全員こういう気持ちでいてくれるって思ってるんだよ、きっと。男はバカだからバカだねでもこんな気持ちになることはまあ滅多にないわけだよね。でもさ、怖いと思わない？ちょっとこんだけ言われたらちょっとだけ怖くない？まあここまで言われたら怖いよね。でしょ。うん。でも愛ってすごいねって思うよね。
彼女がいるんだよ、今カノが。うーん、まあ、だから大好きな元彼に今彼女がいると。だから別に元彼に対してダイレクトに言わないけれども、私は待っているんだよっていう気持ちを歌にしました。聴いてください、新曲 To Love You More ってことだよね。これ英語で言ったらなんか気になるとこありますか？ここもね、割と簡単な英語が多いんだけど、うん、want に3行目、2行目、うん、I'm the one who want、うん、まあ he とか she とか it に s がつくみたいなのはさ、こう英語で習ったんだけど、who にもつくんだなっていうのはちょっと発見だね。うん、そうだね。 he, she, it、 彼女、彼、それには wants、want に s がつくんですけど、who にもつくってことだね。てかさっきのさ、who wants ってなんか英語の先生の発音みたい。who wants? who wants? あとさ、ちょっと思ったのがさ、これやっぱりさ、時代なのかね、 waiting for you とかのさ、うん、ing の g 抜いてチョンがないね。ああ、確かにそうだね。うん、面白い、ちゃんとしてる。まあこれはでもなんかあれなんじゃない、語りみたいなこともまあ含んでのそういう省略をしないみたいなところもあるのかもね。バラードだからだと思う。うん、そうだね。はい、じゃあ歌い方のレクチャーをしていきます。このサビはですね、もう壮大に待ってるよーっていう感じで歌ってほしいです。密かに待ちなって思うけど、すごい壮大に歌い上げるから。で、最初の I've been waiting for you で、これもね、やっぱりこの you ってこう降りてくるんですよ。くね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 しちゃうんですけど、そこはもうほんと練習あるのみで、その他で気をつけてほしいのは I'll be と waiting、 be と waiting の間を一回息止めるぐらいな感じで I've beenWaiting ってこう、waiting 待ってんだよっていうところを一番の山に持ってこなきゃいけないから、ここにボルテージを持ってってください。だからサビのドア玉のアベーって I'll be を強く歌っちゃうと全然弱々しくなっちゃうから、待ってるのところがね。確かに。うん、だからピークは waiting の上に持ってくってください。はい。で、次。Here inside my heart。 ここも、私の心の中で。Here inside my heart。 って、心の中でって言ってるくせに、心の中を見て、って、こう、見せようとしてるぐらいの歌い方してほしい。Here inside my heart。 って、こうやって歌ってほしい。で、次。I'm the one who wants to live.ここなんだけど、フーがめちゃめちゃいきなりコーンって高くなるから、これ地声で出る人は逆に言うとこの曲が地声のレンジを広げる練習になると思う。 I'm the one who wants to live。 だからこれでもフーのところが結構高いから、地声じゃ出ないっていう人は裏声に逃げちゃっても全然大丈夫です。むしろちょっと色っぽくなるけど、でもこの曲の趣旨とはちょっと外れちゃうかな。そこが裏声になっちゃうと、だから I'm the one who wants to love you more。 で、もしフーが出ない人は who wants to まで裏声にしてください。で、love you more だけ今アリスがやったみたいに地声に切り替えると、もう全然ハマってくる、この曲に。もう一回って。I'm the one who wants to love you more。 おー、なるほど。うん、なんかこう、ちょっとさ、可愛らしい女の子に、うん、激変しない？そうだね。うん、ちょっとスイートになる。ちょっとスイートになる。で、ここは love you more は一個ずつちゃんとしっかり伸ばして、もう結構遠くに、自分が思ってるよりも5キロ先とか10キロ先ぐらいに声をぶっ飛ばす感じで love you moreって歌ってほしい。歌どうやったら上手くなりますかって聞いてくれる人の中で、まずアリスが一番言いたいのは、でっかい声を出す練習をしないと歌は上手くなりませんから。自分ででっかい声出してるつもりでも、大体みんなここら辺までしか届いてないんですよ。だからこういうバラードを歌うときは、もう10キロ先、20キロ先のすんごい広い何にもないところを想像して気持ちよく歌うのがめちゃくちゃ歌が上達するコツになります。うーん、はい、次。感覚だね。いや、わかりやすくない？いや、わかりやすいよ。わかりやすいけど。それか、だいたい家とかカラオケとかでさ、ある程度の広さの部屋で歌うわけじゃん。で、それで、なんか、あんまり20キロ先？ 50 キロ先？とかイメージできない
かったら鏡を置いてください。何でもいいです。で、鏡を置いて自分の鏡に映っている目を見てしっかり歌えるかどうかの練習をしてください。へー。大きい声を出す練習っていうのはまっすぐ前に声を飛ばす練習になるから、だいたい大きい声を出すとき、歌うまく張りたいとき、下向いて歌ってませんか。なるほどね。だから鏡を置いて目の前の自分の目を見てはーって声がまっすぐ出せるかどうかの練習をすると、どん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 上達していく。え、めっちゃいい練習方法じゃんそれ、きっと。うんうんうん、やってみて。やってみよう。うん。近所迷惑には気をつけて。カラオケでやって。はい。で、次。メロディは一緒ですね。You will see I can give you. ここも、give you. はぁ、たかたーんってなりますけど、これも練習あるのみ。で、ここも、結局、see とか、さっきの風とかも、出ない人は、You will see I can give you. もう、自分が、地声に戻せるとこになったら急に戻してください。でも全部裏声になっちゃうのはもったいないから、本当に地声のレンジを広げる練習の曲として歌い込むのもありかなって思う。じゃあ次。Everything you need。ここは基本的に私はあなたにとって唯一あなたを世界中の誰よりも宇宙一あなたを愛せる唯一の存在なのよっていうことを言いたいわけだから、全部強めでいい。 Everything you need。 フォルテッシモでいい、ずっと。うん。で、最後も Let me be the one to love you。 ここも高いね。高いよ、すごい高いから本当に気をつけてって感じなんだけど高いよって思いながら歌うと、よくあるえぇ、ってなっちゃうの。声が裏返ったりしちゃうの。だから高いのは知っている、でもそんなに高くないっていう自己暗示をかけてくださいでもね、アーティストの人とかってそうやって自己暗示をかけてどん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 レンジを広げてってるから。実は、うん、きっとアスリートとかもそうだけど、そういうことなんだろうね。そう、だから限界を超えていくの、ね、プルスウルトラなわけですよ。オタク出た、オタクはい、限界を超えていきましょう皆さんでね。はい。なんかさ、うん、高い声をこう出す、高いこのレンジを広げる練習方法みたいなってなんかないの？そうだな、これ男の人と女の人で結構違ってくるんだけど、女の人だったら赤ちゃんの泣き声の真似、これアリアナグランデちゃんとかもやってるんだけど、なぜならば結構ボイトレでさ、この頭のてっぺんからトゥーって出してくださいみたいな人結構いると思うんだけど、あれの方が感覚じゃないと思わない？確かにね。うん、どこってなるじゃんだから赤ちゃんのモノマネ、これです。すごい。このちょっと鼻にかけて上顎にベロがつくかつかないかぐらいのところで、鼻の付け根、この辺を意識して出す。で、この声質で、赤ちゃんの泣き真似の声質でどんどん高い声を出そうと意識していく。例えばってやっていく。こうすると地声でどんどん高いところまで出ていく。あと男の人の場合はどうだろうな、アリスが男性の声帯を持ってないからちょっとあんまり難しいんですけど、うん、まあミックスボイスとかエッジボイスを出すためにフクロウの真似みたいな感じで、おーみたいな。でこれを地声と裏声の切り返しみたいな感じかな。おーおー、ちょっとうん、男性陣やってみてください。でも、あんまり喉に負担かけないでやるには、やっぱり高い声を出すのに、あーってやると、喉で言っちゃうと、もう声帯が本当に傷ついて、ポリープとかできてしまうから、鼻の奥、さっきアリスがやった赤ちゃんのものがね、鼻の奥を響かせることによって、もうちょっと喉には負担がかからないように出すことができる。いいこと聞いた。はい。さーて、じゃあ、ここ、ね、最後に、サビを歌って終わりにしたいと思います。まず、I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be.お隣さん大丈夫でした。すみません。What's my name? Alice。 はい、ということで。
ということで、今回も洋楽から学べる、英語&歌い方ということで、これ第何弾なんですか ?4 段5段ぐらい ?5 段、5段だね。5段、5段か。すごいね、うん、続いてる、続いてる。アリスにしたらすごい続いてる。そうだね、うん、あ。皆さんのおかげです。毎回ね、楽しみにしてくれてるコメントがね、たくさんあって。だからこそ、今回もリクエストにお答えして、セリーヌ・ディオン大先生のね、To Love You More 歌わせていただきました。レクチャーさせていただきましたということで。これさ、アリス初めてさ、バラードなんだよね。この企画で。ああ、確かに。初めてバラードで、初めてこんなポワーみたいな曲、王道のバラードみたいな曲でさ。ねえ、やってやったね。うん、これ座りながら歌ってんのマジきついんですけど。でも本当にこうやって少しずつでも歌が好きな人、歌が上達したいなっていう人にとってね、アリスが何かしらで役に立てないかなと思ってやっていますので、時間のある時にでもね、何回か見返して練習してみたら、あっという間に上手くなるかもしれませんのでね。はい、練習英語もね。そうだね、英語もためになってる。結構ね、歌詞からだからさらっとしかやってないんだけど、だいたいこんぐらいわかるよねみたいな。でもやっぱ意味がわかるだけでもだいぶ違うと思うので、うんうん、こんなに有名な曲ってこんなこと言ってたんだっていう発見とかもねあると思うので、うん、確かに俺もあんま知らなかったからね、意味はよく、うんうんうん、うん、曲はもちろん知ってたけど、そう、そうなっちゃうんだよね、日本語の曲でもあるじゃん、あれこんな歌詞だったのみたいな。ああ、まあね、確かにね、そうそうそう、こうやって名曲シリーズみたいなのをやっていきたいね。うん、そうだね、みんなが知っている曲、うんうんうん、世界中の誰でも知ってる曲とかね、うん、やっていきたいと思います。はい、ということで、この動画が面白い、いいな、好きって思ってくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画お楽しみに。アリスでした。バイーン。 Hi, I'm Alice Peralta. And if you like this video, make sure subscribe and follow at Alice Peralta on Instagram. And my EP, You Are Mine, is now available to download and stream. See you next time.